失敗してるな。失敗してるやん。やっぱりね、有権者って舐めるもんじゃないっすよ。分かっているんですよ。で、これが結果ですよ。でもね、こうね、小池百合子さんね、昨日ですね、30日、昨日ね、都庁でね、報道陣の取材に応じたって、これ、あら、日刊スポーツの記事でね、こういうのが出てた。でね、補選の結果の受け止めを問われたと。まあ、だから、ね、惨敗したってことでしょ。小池さんがね、応援し、小池さんが全力で応援した。ただ応援しただけです。わざわざ行って、道路封鎖して、警察大量に動員して、やった。その選挙戦、全力で応援したのに惨敗したと。この無名のね、無名なアラビア語をしゃべる飯山あかりにも惨敗していると。おかしいですよね。それについて聞かれて、こう言った。結果が本当に残念なものになってしまいました。で、こう言った。とした上でこう言ったわけ。まず、選挙戦そのものが想定できないような大音声や妨害なので、本当なら乙武さんだからこそ言えるインクルーシブ、包摂的な政策や話をもっとお伝えしたかったが、それもできないままで、とても残念だった。というふうに言ってるわけ。つまりね、負けた第一の理由は妨害だっちゃうわけ。いやいや、それは絶対ないよ。それはないよ。だってあんた来た時だって、警官がブワー来てね、道封鎖して妨害されてなかったよ。全然守られてたよ。あんた柱見てみ、妨害されて選挙演説とかできないから、あんたと違うから。妨害の度合いどっちの方がでかいと思っていいですかって話ですよ。全然こっちの方がでかいやんって話。意味が分かん。妨害されたから負けたとか言って、こんなん誰が納得するんですか。警官だけ動員して道路封鎖しといてって話です。つまりね、それはね、どう考えても負け惜しみですよ。負け惜しみ。だってそうじゃないですか、皆さん。客観的に状況を見てください。妨害されて、乙武氏のインクルーシブ包摂的な政策をね、がね、伝えられなかったからって言ってるわけ。どこ言ってるわけ。私自身、乙武さんに何とか勝ってほしいと思ったので応援しました。街にかなり繰り出して、その反応は大変良かったって言ってるわけ。でね、12日間の選挙期間中、9日間応援に入った。ほらね、やっぱ9日間入ってるんですよ。で、ほとんど毎日行ってるわけ。その反応は大変良かった。でもね、インクルーシブな社会、だから以来の、あれ、誰一人取り残さないよ。乙武さんとか小池百合、誰一人取り残さないっていうのは、さすがに無理があるんじゃないかなとね。私もね、そのチーム乙武とかいうのね、がね、大きな声で、誰一人取り残さないっちゅうのね、同じね、場所で、何度か聞いておりますが、その度にね、いやー、さすがに乙武さんが誰一人取り残さないは無理があるんじゃ、さすがに無理があるんじゃないですかね、って私は思っていたんですが、まあ私だけじゃなくて、まあ有権者の皆さんも、さすがにそれは無理があるんじゃないですかねって思ったからこその、結果だというふうに私は受け止めております。まあね、小池氏とね、は、そのね、かなり、その公明党のね、票固めにね、かなりね、力を尽くされたということでね、出口調査でも公明党の、支持者は、まあ、半分くらいは、乙武さんに入れたということのようでしたが、まあまあ、それ止まりだったと
いうことなんじゃなかろうですかね。はい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 。ということでね、まあ、この15区に私が出たあの成果っていうのは、やっぱりね、あのまあ小池百合子の国政進出、そして、日本初の女性総理への道、最短ルートっていうのを私が完封したと。ピシッと完封したと。小池百合子が、こう、女性、日本初の女性総理に、パーって来るとしたら、私がピューシャーン、シャキーンって言って止めたと。しかも、じゃあ、もう、小池百合子も、でも私は出れないって、本当に金銭、インクルーシブって書いてて、で、こう出してきたんだけど、じゃあ、インクルーシブ、インクルーシブ出してきたんだけど、それも私がシャキーンと止めたと。そして、その結果として、あれあれ小池百合子もう人気なくね人釣りなくねっていうことがね、もう白日のもとにさらされたんじゃなかろうですか。だって選挙前あんなにね、小池百合子は人気がある、小池百合子の影響力は甚大だとかね、みんながあの私の大大大好きなね、あの私のことを完全無視したね、読売新聞とかね、もう毎日のように書いてたよ。小池百合子人気にあやかれとか言ってたね。小池百合子はすごい力持ってんだって、百合子、百合子ってガーって言ってたのに、15区終わってから、急にね、百合子の人気に限りが見えますと書き始めて、あんた昨日まで書いたこと全然違うじゃないですか。何取材してたんですか、これまでって話ですよ。こんなもんですよ、メディアなんて。あれっていう話で、ちゃんと取材してたらもっと前から分かってたでしょ。それをね、ずっとずっと小池人気が、小池はすごい力だってずっと書いてきたの。15区の結果出て初めて、あれあんまなかったのかもな、昨日までのことはちょっとみんな忘れてねみたいな感じですか。無責任極まりないですね。ということで皆さん、私はまあね、結構こう、まあ、思わぬところで、思わぬ仕事を果たしていたんじゃないでしょうか、という。まあまあ、途中にね、ほら、あの、小島敏郎さんというね、小池百合子さんの、まあ、側近だった人がね、いきなり会見をして、まあ、あの、文芸春秋でね、手記というのを出して、で、私自身が、小島さんね、自分が、その小池百合子の学歴詐称に、工作に自分が自ら加担したんじゃないかっていうね、その自責の念を持って、あの、手記を公開するとそれやって、で、さらに記者会見も開いて、でね、まあ、小島さんという方がね、その記者会見を開くに至った、その背景に、まあ、なんであのタイミングだったのか分かんないですけれども、何の因果か、その記者会見でですよ、また私の名前出ちゃったわけですよ。あるね、某記者が、名前は伏せますけど、某記者はね、小島さんに対してね、あの、まあ、小池百合子の、私の、あの、学歴詐称に関して、あの、井山栗さんっていう、イスラム研究者の方が、あの、アラビア語対決しようって言ってますけど、先生ってどう思いますかみたいなことを聞いた。こんなようなノリで聞いた。小島さんというか、ねえって言われてね、井山栗さんのアラビア語対決、それもそういうのもいいかもしれませんね、みたいな感じのことを言ってね、まあまあまあ、それもね、何の因果かこのタイミングっていう話ですよ。まあ皆さん面白いじゃないですか。東京中国の補選に面白いことたくさんあったでしょ。あのね、だからね、私は結構いい役割を仕事したんじゃないかというふうに、はい、思っております。誰も言ってくれないから自分で言うんだよ、ということでございました。そう、ということでね、あの、まあ皆さん選挙はね、これはね、私はね、その28日のね、日に、その投開票日にね、有本さんにね、こう言ったんですよ。結構楽しかったですねって言ったら、有本さんに、こういう顔をされちゃった。私一人、でも有本さん、私は結構楽しかったですって言ったら、有本さん、何を言ってるんだ、ちょっと楽しかったですっていうふうに、はい、申し上げました。まあまあ、まあそういう人間でございます。はい、
24,264 人の方に投票していただいて、私当選することは叶いませんでした。でも私皆さんにいただいた票、いろいろな形でこれからも生かしていきますよ。はい、あいつに入れて損したというふうには思わせたら、それは失礼ですからね。入れていただいた方に、入れていただいた 24,264 人の有権者の皆さん、そして応援していただいた方々、私はね、頑張ります。今日もね、いろいろやってきました。はい、ぼんやりしてるわけじゃないんですよ。いろいろ私でちゃんと戦って まいりますからね。はい、で、まあまあまあ、これね、まあ、いろいろですよ。はい、これもね、そう、小池百合子氏とを封じ込めると、これもね、皆さん、重要な戦いです。私ね、意外といろんな、よくわかんないカードみたいなね、変なところで切れる場合があるんですよ。アラビア語カード、キャーみたいな切る。普通アラビア語カードって切るとこないでしょ、に政治。日本政界とか日本社会でアラビア語カードシャーとか切ることない。ところが切れる時があるんですよ。わかんない。人生何があるかわかんない。すごいですね。面白いですよね、人生って。はい。ということでね、皆さん、今日もお聞きいただいてありがとうございました。ということでね、ちゃんとフィードバックしておいてください。はい。ということで皆さん、今日もありがとうございました。またねー。